ブラックライダーは1986年のアメリカ合衆国のカーアクション映画。ジョン・カー・ペンターが原案、脚本、制作総指揮を務め、トミー・リー・ジョーンズ、リンダ・ハミルトン、ロバート・ボンラが出演した。FBI は脱税容疑で後半中の会社を追い詰める証拠となるテープを元 CIA エージェントだったフリーランサーのクイントに盗ませた。 その頃、新型車ブラックムーンが、ロサンゼルスの高級レストランの駐車場に展示された。開発者の R と知り合いであるクイントは、ブラックムーンの後部にテープを一時的に隠しておき、合流した、捜査官に渡すことにしていた。ところが、そのブラックムーンが、車泥棒に盗まれてしまい、クイントは72時間以内にテープを探し出すよう、言い渡される。クイントは盗まれた。 ブラックムーンがある巨大なビルに入ったのを確かめる。このビルは実業家ライランドのもので、内部は要塞のようになっており、方々から盗まれた車の改造作業が行われていた。クイントはブラックムーンを盗んだ女車泥棒ニーナに接近し、ブラックムーンとテープを奪還しようと試みる。ありがとうございます。